さらには大将戦の組み合わせもガチ君対時戸というのが決まっています。 V6 プラスファブロート G はここを勝ち、大将戦も勝てば4巡目もう一度という未来もあります。たどり着けるか。グランドファイナルの決勝、プゲラバイソン対流星ユリアンの対決、天下分け目の大勝負。ここで来るのはリーグでの大活躍、復活を遂げたプゲラ、対するは流星のユリアンです。前方戦ここまでは勝利を果たしているシーンも多い。まずはこの序盤の立ち回り、これはもうターンパンチではなくですね、タッチパンチをフルシーンもあった。さらにやはりプゲラがこう先に触っていく展開が時戸ユリアンとの組み合わせではよくありました。流星が技を振る前に押さってきた、さあ亀梨さん、オクラフェいきなり仕掛けた流星、クオーラパンチ拾って、どうだスタンリッチ、おー強パンでスタンまでさえ続くため、さあ表裏こっち裏からついていく、残った、ただここは倒しきる流星、一瞬で取り切りました。この1ラウンド目らしい攻めっ気の強さが結果を引っ張り出した感じですね。ワンチャンスはやっぱ掴みますよね、崩せてるっていう印象、これも崩している、カウンターヒット、面白いように攻めが取るか、ここはクリティカだ、世界的かな、アイダメージ、そして入れ替え、うまい、ギャルのカウンターコンボ、こうなるとためなしでのダッシュストレート、非常に強力です。さあよりフゲラが画面の端を作っちゃいますが、少しスペースを作っていく、ただやっぱり時間が過ぎてますからね、ガード間に合っていないか、ここは体力は少ない中で流星の V トリガー、実は上げている、フゲラもラウンドを取り返しました。カウントは1-1、勝てば1本目、鋭いステップ、空間を切り裂いた、さあ仕込んでいる、ここもクオーラルにはタックル、大きくクオーラルパンチヒット率高いですね、先ほどもありましたね、やっぱ技は当たってますね、でやっぱり近づいた時にきちんと崩せてるっていう、さあ流星らしさがあまりにも出ている今回の試合。スタンリーチ強気にいく、ガードしている、ボタン押した、よく間に合いました、ガード、フゲラ、ここで V タイマーは残りわずか、あと一発流星取れるか、ダイエル、その鋭き眼光がフゲラをまず切り裂いた、さあ仕上がっているか流星、このここ一番、いやいいプレーが出ました。こうやっぱり果敢に勝負を仕掛けて崩していくっていうアグレッシブさですよね、流星の。そうですね、まあ、やっぱりワンチャンス本当にものにしますね、なんか、崩しがやっぱうまいなって、時戸とは違って投げ式を誘うというかはもう打撃で潰しに行くっていう感じですもんね、やっぱりその一番リターンの高いタッチパンチカウンターヒットですから、そういうところを縦にして攻めていく、このゲームだけでこう中盤のカウンターからチャーミン今日2回やりましたからね、はい、あれ決まったらねほとんどもうラウンド傾きますからね、それだけの火力がある。さあ中堅の BO3 日本選手、まずは流星が1本リード、止めていく、いいですね、投げ1つ目、攻めに行きますね、カウンタースタンはまだ少し遠いが、確認キラーストレート、その勢いはやむことを知らないか、これどうですか、ストレート発動のプゲラ、ゆっくりガードをしている、ここは攻め急がないプゲラ、逆のコーナーへ、暴れている流星、ここに来てマッチポイント、さあ体力を生かして きちんと2択を制して、いますね、取れば大将の時戸につなぐことになる流星、かなりじっくりタックル、ヒット率は高い、グラウンド、
まい。垂直タイミングはカウントで詰まった。スタンディッチユニバーサルスタンド体育へ狙ってた。ブレカシュここは反撃流星。ここで V トリガーが固まった。正直に見た1枚目バファロヘッドで切り返していく。カウンター前に来る。すごい。さあここで返しましたね。返した、うまかったですね。 EX タックル2段目イージス発動が多かったので、はい、1段目と2段目の間に V リバーサルすることでエイジスをあまり機能させないように。させなかったですね。優勢読みですよね。さあただ依然流星マッチポイント。ゲージをためながら前に来る。上京技石はいいか。ヒゲラは取れば 1-1 のカウンタイ戻すことができる。ただ端にはじわじわと近づいてきました。流星うまく追い詰めている。カウンター置いている。ボタンを押してるなフゲラ。素晴らしいコンボ選択。うわ速い。懐にとんでもない速度で入ってきたユリガード。この読み合いを制しましたね。流星の強気な選択肢をここで退けて最終ゲーム。流星はどうプランを練るか重要です。いや流星もやっぱりその果敢にもう仕掛けていくんですけれども、ええ、どんどんプレイヤー対応してきた。そうですね、やっぱりその中攻撃のキーが多いので単パをさあの貯めるよりかは、はい、強パンでクラカンを取りに行こうっていう、うん、で V ゲージを回収して、V リバーサルでしのぎ切るっていうようなプランに見えますね。さあ流星としては敵技をガードされてそのまま試合を畳まれてしまった。ただやっぱり1回チャンスをつかめば勝ち切ってるので、うん、優勢が、ええ、それをこの3ラウンド目にできるかどうかですね、うん、さあそして配信をご覧いただいている皆様に一つお知らせございます、こちら在庫による、配信になりますが、こちらチャット欄が現在、エラーが起きておりましたが、こちら更新をしていただくと、まあ、リロードですね、こちらをしていただくと、通常の状態に戻るそうなのでお手数ですではありますが一つ更新の方をよろしくお願いいたします。さあこの最終決戦近いところ、皆さんもぜひ選手への応援のコメント、ぜひ選手の背中を押してあげてください。さあカウントは 1-1、 プゲルが決めるかそれとも流星が時戸につなぐか。流星の攻めっ気がどこまでプゲラを崩すことができるか、そしてそれはプゲラに対してプゲラがどう対応していくか。そうそうやったれやったれ。さあ最後まで最善の準備を整えて挑んでいただきましょう。まもなく準備が整う。さあ来ました、ゲームカウントは1-1。ここで決まるか、それともつなぐか。勝負の時、リーチはグッド8スクワットプゲラー優勝やとしゲーム、はい、流星は負けることはできない、あるしかない。ステップから投げに対して、そうですね、バックステと前捨て投げが噛み合ったときにちゃんと画面見てますよね。さあヒットしている。追撃までゲージは1本、EX 負けなしのワンゲージ使っていく。足の追い込んだフゲラのワイトン、空間を作りながら時にはステップ。シャンチュパチ打ち起こがいい。とにかくエリアをコントロール。クラッシュカウンター、さらにスキルチャージ追い込んでくる。優勝まであと1ラウンド。プゲラワールドに入ってるなっていう感じですよね。暴れた暴れた。ここで初の選択肢、まあ、遅らせ打撃が多かったので連続でカバリを目指ましたね。ただここは一確認強パンチ端に追いつけた流星。
一気にスライガー EX ヒット率が上がってきた。切り味が増している。ソア警戒。ハネチェンのそこで。パンチ。今までなかった選択肢がここに来て多く入ってくる。スタイルクリーダー福田。画面の足。流星大ペンチ。大ライブか。投げ。入れ替えた。エイジスシューパー。手前。手前になってしまった。これがいい結果に。おお。なんとかつないだ。なんとかつないだ。命をつないだ流星、はい、両者マッチポイントまだ分かりません。うまい。グランド差し返してフゲラバイ全リーチ。優勝まであと1ラウンド。決着の時は近いか。流星果敢に前に出る。せがれるシーンも多いが、それでも流星が入る。これは大きい。上を通した。入れた幅抜き。勇気の前進、勇気の飛び。繋ぐことはできるか。おお遠いぞ。遠めのアッパー上。上。いやー。さあ出ていく。ここに来て。うおーカウンター。注力。遠い。素晴らしい選択肢。着タックル。流星がここに来て集中力は完璧に回転した。さあどうだ。この体力は流星削れるか。上。うわー。狙いマジか。さあ繋いだ。役を果たした流星。すげえ取りましたね。無理やり通したっていうのがありますよ。ついに来た流星。大一番を制した。いや時堂こう時堂の敗戦を糧にして、そうですね、流星らしいプレーでフグラを崩し切りました。マジで。マジか。近づいた時の崩しがやっぱ全通りでしたね。そうですね。全通りだったし、まあでもそれでもやっぱプゲラも立ち回り切り替えて、ずっと見せてなかったターンパンチを見せたりとか、